こんにちは。帯広市議会議員選挙参政党から公認で立候補しております三浦由里と申します。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。帯広市出身の28歳です。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。帯広市で生まれ帯広市で育ち、28年間ここ帯広市で過ごしてまいりました。高校を卒業してから帯広市役所に入りまして、公務員として勤めてまいりました。ですが昨年退職をしまして、今回の選挙に立候補しております。ありがとうございます。なぜ今回の選挙に立候補をしようと思ったのかお話ししたいと思います。私には2人の子供がいます。28歳こう見えて、上は小学校2年生の娘、下は3歳の息子がおります。ある時、今の日本が30年間経済停滞している、停滞しているどころかもう衰退してしまっている、全く成長していない、この事実を知った時に非常にショックを受けました。自分が生まれてからずっと日本は元気がない、僕と同じ若い世代はそういった元気のない日本しか知らない、賃金もずっと上がっていない、もらえる収入所得は変わらないのに、取られる税金社会保険料はどんどん上がっていってる、今の現役世代もう約半分近くが税金と社会保険料で取られてしまっているんです。本当に今貧しい国になってしまっています。一人当たりの GDP も韓国に抜かれ、もう本当にかつての経済大国と言われていた日本ではなくなってしまっているんです。そういった事実を知ったときに、自分の子供たちが10年後20年後大きくなったとき、この日本で安心して豊かに暮らしていくことができるんだろうか、そう考えたときすごく不安になりました。一人の父親として子供たちのために何かできることはないだろうか、そう考えたときに、今この日本の状況を良くしていくにはやっぱり政治を変えるしかないと思いました。どうもありがとうございます。日本の政治を変えるには、このまま黙って見ていてはいけない、人任せにしていてはいけないと思って、自分がまずは中に入っていこうと思い、今回の帯広市議会議員選挙に立候補することを決めました。また自分が立候補を決めた時には、この参政党という政党と出会ってはおりませんでした。なので無所属で頑張ろうと思っていたんですが、昨年の夏参政党と出会って、そして参政党の理念や思いに共感をして、この政党で活動していこうと思い、今公認で立候補しております。それともう一つ、参政党から公認で立候補するには大きな意味があると思っております。今帯広市41人の候補者が立っておりますが、無所属の候補者もたくさんおります。でもやっぱりこの帯広市だけが良くなってもダメだと思うんです。日本全体が良くならないと、帯広市に住む皆さん、子どもたちも豊かに安心して暮らしていくことができない、そう考えた時に、やっぱりこの参政党という日本で10番目の国政政党で、この帯広市という町から僕が立候補して議会に入ることで、皆さんの声を市政に届ける、そしてそこから北海道、そして日本に、国会に届けて、この日本全体を地方から変えていく、それが必要だと思っています。ただそうは言っても、この帯広市で僕が一番何をやりたいのか、皆さんはやっぱりここに関心があると思います。自分の住んでる町で
お前は何をやるんだと。僕が一番やりたいことは子どもたちの居場所づくりです。それは小中学生、今全国で25万人もの子どもたちが不登校で学校に行けてない、もしくは学校が楽しくないから自分で行かないという選択をしている状況です。いろいろな原因があると思います。特にこの3年間はコロナ禍で子どもたちはとても制限を受けてきました。あらゆる制限を受けてきました。学校でマスク生活、それから黙食、部活動もまともにできない、そういったことが続いておりました。ですがこのコロナになる前から不登校はどんどん増えていったんです。もう9年連続で増加してるんです、不登校の児童生徒数。帯広市では今約300人が小中学生で不登校と言われています。これは30日間年間で学校に通っていない子どもたちなので、それ以外の30日間はそこまでは達してないけど、もう本当に苦しい思いしながら、悩みを抱えながら、不安を抱えながら学校に通っているというお子さんもたくさんいらっしゃると思います。そういった子どもたちのための居場所づくり、これをもう本当に早く進めていかないと手遅れになると思っています。帯広市でも今年度から広々チョイスというオンラインでその不登校の支援をしようというのが始まります。何もしないよりはこういった取り組みを進めていくことが大事だと思いますが、本当にこれがどれほど効果があるのかというのはしっかりと見ていかないといけないと思います。そういった居場所づくり、フリースクールだとかまだまだ足りないですし、児童デイサービスありますけれども、通える子どもたちは限られています。病院で診断を受けた子どもたちとか、学校で特別支援学級に在籍している子どもたちといった、そういった条件があります。だから子どもたちが、その親御さんたちが自由に選択できないという状況です。これも変えていかなければいけないと思いますし、そもそもの根本の義務教育、小中学校の義務教育、これも今の子どもたちに全然合っていないので、だから本当に多くの子どもたちが学校に行けてない、行かない、そういう選択をしているんだと思います。そういったところも変えていきたいと思っております。義務教育を変えるのは国が動かないとできないと思っている方も多くいらっしゃると思いますが、そんなことはないと思います。東京の方でも公立の中学校で民間で校長先生が入って学校の改革を進めている、そういう例もあります。宿題をなくしたり、定期テストなくしたり、校則っていうのも、そういう縛るのもなくして、子どもたち自分たち一人一人で考えさせようと、子どもたちの個性を生かしていこうと、そういう改革を進めているところもあります。学力重視の偏差値教育じゃなくて、一人一人が個性を生かして、そして自分たちで考えて学ぶ力、これを育てる教育というのをなんとか帯広市から実現していきたいと思っております。それには私一人ではとてもできません。それをやるには皆さんの力が必要です。皆さん一人一人がどうやっていったらできるかっていうのを考えていただいて、声を上げていただく、そして僕がそれを届ける、そういう役割をしていきたいと思っております。お子さんがいらっしゃらない方も、地域全体で、社会全体で子どもを育てていく、それが必要だと思います。子どもたちは地域の宝であり、日本の宝、未来の日本を支えていくのは今の子どもたちです。我々大人たちが今しっかりと子どもたちを支えて守っていかないと、しっかり育んでいかないと、この日本はもう本当にダメになってしまう。そうすると結局この帯広市も続いていかない。なんとか次世代にこの帯広市という町、そして日本を良い形で引き継いでいくためにも、皆さん一人一人の力が必要です。どうか私に力を貸してください。今回の選挙4年に1回です。三浦優里、28歳、最年少で今回初めての挑戦となります。皆様一人一人のお力で私を押し上げていただきたいと思います。
参政党から立候補しております三浦優里と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。宮城さん、インスタで見てくださってた方、見てくださったの